はい、こんにちは、ふじょーんでございます。お昼ご飯、この間母ちゃんがこのコーンラーメンでしたけど、私が今日コーンラーメン、母ちゃんは牛肉な、牛肉。はい、それでですね、母ちゃんいますよ、ここに。いつもいますよ。はい、いますけど出ません。それは言っときます。こうやるか、映ってますか。これです。べったらもあります。はい、いただきます。いただきます。ラーメンです。今日はですね、朝ごはん取ってないんですよ。はい、これから話してきますけども、ますます嫌になりました。ますますもう嫌です。はい、何が嫌ですか、ご存知ですか。あの旅行系ですよ。旅行系 YouTuber から流れてきた人たちです。またまたやらかしましたよ。私はですね、またまたいろんな言い訳すると思いますけども、動画でも言っています。動画も流しています。それでいろんなことを分かってると思います。で、私が何を言っているか分からない YouTuber、 嬉しそうでしたよ。それで垂れ流し YouTuber って言ってたって、言ったらあんなこと言うんですかって普通言うのが普通答えじゃないですか。嬉しそうでしたよ、私がいじめられてることに対して。だから結局私嫌いなんですよ、みんな、あの系の人たち。それを知らずに私は待ってました。今日朝来るって言ってたんでね、食べ物も食べずに準備して来るんだろうと思って、飲み物とかも用意して待ってました。母ちゃんもおにぎりとか作って待ってました。来ませんでした。はい、もうこうやってですね、毎回騙されたりいろいろやると本当に嫌いになるんですよ。 YouTube 何のためにやってるの、このバカにされながら YouTube やってていいのかなって。 YouTube ってなんかもうこう、もっと夢があってですね、なんか尊敬されると思ってました。いろいろできて、あなたの YouTube を見て元気が出ますとか楽しいですとかいろんなことを言えると思って、これを見てたらですね、またうちのあの母親とかうちの周りとか、あとあの旅行系 YouTuber とか喜ぶと思います。私が惨めだと、わざとやってんですかね、そういうの。いただきます。もう、ダメです。あの、お前も昼ごはんも食べてない、朝ごはんも。いますよ、ここにいます。ここに答えないだけですか。ママ食べてないよな、なんもな。うん、目線がおかしいって言うんですよ。いや、たまに、だから、あ、そこに寝るじゃないですか。その時は、私はこう、テレビを見ながら、テレビの映ってる様子を見て話したりするじゃないですか。わかるんじゃないですか、皆さん。いつも見てる人は、話してるんで。たまたま見た人が、目線のところに先にいるわけないじゃないかって言うんですよ。で、行く時もこう、お客さんを見たりとかやるじゃないですか。一人芝居って言うんです。うん、あ、おかげさまです。この人はもうブロックしました。前にも言ってますけど、もうこういう時間だと辛くなるんで、食べ物だけ食べてきます。いただきます。うん、なんで YouTube ってこんな惨めになるんですかね、いろんなことが。本当に母ちゃんみたいに関わらずに生きてきたやつは、あの人関わらないじゃないですか。嫌って言うんですよ。正解だと思いますよ。弁当屋の売り上げも悩んで、YouTube 動画上げて、周りにバカにされて、YouTube は面白くないって言われてね。で、私が縦に字を書きますとか、
こういう動画を見つけました。あの人たち私に突っ込んできてよかったですねみたいな、なんかバカにしたようなコメントきましたよ。考えたらいつもバカにしてたんですかね。今までずっとバカにしたコメントだったでしょ。よく考えたら私は知らずに仲間だと思っていつもバカみたいに言ってましたよ。面白半分で、うん、もう今時代いいです、うん、もうブロックします。2ブロックです。2ブロック。何言ってるかわかんない、見るわけねえだろって言いましたからね。あと私がまあ本当に垂れ流し YouTuber って口から出した時、そうなんですか、え、大変でしたねとか言わなかった。嬉しそうだったですよ。うちの母親見たかったです。私が惨められてきて喜ぶ母親ずっと見てきたんですけど、あの光景がまたこう、私が悪いんですかね、羨ましいですね。私がせっかく伸びてきて食べ物動画から仲間もできてきて応援してる人たちもいっぱい出てきて、もうあの旅行系にはもういつもやられます。なんか空気が違うんですよね。だから沖縄大好きじゃないですか、あの人たちは。前から言いますよ、沖縄の旅が好きなんです。沖縄が好きじゃないです。うん、悔しいね。5時まで待ってますよ。残してもう閉めました。で1時間寝ました。今6時です。これで だからみんな私がですね、お客さんもそうですけど忙しいからって行きますって言いますけど、私も忙しいですよ。なのになんでみんなそういうのか、忙しいかもいいですかって言ったら言うじゃないですか。もう喋るの嫌になってきますよ最近。喋ったら何言ってるか分からないって言って、こういう動画にちょっと混んできますからね。何言ってるか分からないって、うん、でもやってる本性ありますね。自分も これが朝ごはんですよ。さあ、おかげさま弁当ありました。うん、今日来るって聞いてたんで、母ちゃんも余ってて朝いっぱい弁当作ったんですよ。また私がサボるじゃないですか、喋って仕事できやらないじゃないですか。なんか母ちゃんそれ見込んでいっぱい作っていっぱい私もあげて、早くから起きて早くから準備して、まあ来なかったんでよかったんですけど、売れたんですよ。歩行中の際は弁当は売れたんで助かりました。だからもういいです。私は食べて動画を作りますから、もう二度と来ないでください。消してもいいですよ登録も。うん、なんかそんなのに怯えて動画作っていくのも辛いです。いつももともと嫌われ者なんで、どうでも向こうに行ってカバンにシール貼って
向こうの広告塔となって頑張ってください。うん。私には何のメリットもない。考えたら、なんで仲良くしたのかが意味がわかんない。何のメリットもない。一番最初はそうでしたよ。来た時に、私 YouTube 撮りながら、向こうのファンですって動画作ったんですよ。たまたまあるとさっきの新会館なんかが入って消しましたけど、残しておけばよかったのかな。いいことはないです。何にもいいことない。食べ物動画で細々ってやってきますよ。たこ焼き、うん、悔しいじゃないですか。頑張って喋ってるじゃないですか。長そうなって言います。惨めだから。うん、もったいないんで一回切ります。